の頃に宇宙の果てはどうなっているのだとか、人は死んだらどこへ行くのとか、無邪気に尋ねて困らせていたよ。とはいえひとまず虹色の船に乗って旅に出たんだ。穏やかな日も嵐の日にも、ただひたむきに思春期を過ぎて、大人と呼ばれて愛情を知る頃、振り出しに戻る宇宙の果てはこの目の前に君一人さえ、僕はわからない、時間の果ては一寸先に君一人さえ、僕は守れない、鏡の前で立ち止まる時、君は誰だと問いかけてみる。悲しみに濡れる君の瞳に映る輪郭、高鳴る鼓動、愛しているよと君の声、セピア色のあの部屋で聞いた声。先に